理論物理学協定は、レフランダウ、エフゲニー・リフシッツ及びレフ・ピタエフスキーラによる物理学の教科書、ランダウ・リフシッツの理論物理学協定とも呼ばれる。様々な言語に翻訳されており、標準的な教科書として使用されている。日本では、個々の薪を指して、ランダウの力学、ランダウの統計などと称されることが多い。ランダウのと呼ばれるものの文章を書くことが、 増えて出会ったランダウに代わり実際に協定を執筆したのはリフシッツである。リフシッツはランダウが交通事故に遭遇した時点で未完だった10巻のうち3巻をピタエフスキーに協力を仰ぎつつ協定を完成させた。協定が全巻完結した後も最新の知見を盛り込むなど改定を続け、個々の巻は初期の版に比べ大幅にページ数が増加している。力学上の 古典論量子力学量子電気力学統計物理学流体力学男性理論倍出中の電気力学量子統計物理学物理学的運動学日本語版の第5、9巻は岩波書店、それ以外は東京図書館。現在、第3巻、第4巻、第6巻、第7巻、第8巻、第10巻は品切れ絶版。内容の肥大化した。 協定の第1巻から5巻に相当する部分はランダウ自身の構想のもと小協定で物理学を専門に学ばない人にも物理学全般の知識を得られるよう企画された。下記が審判の日本語訳書。ありがとうございます。